M3 チャンネルの SD ガンダム BB 戦士リペイント動画シリーズ、今回はナンバー57 SD 戦国伝風林火山編の闇軍団の武者サザビー。以前に制作したものをシールで色分け対応をしていたところを含めリペイント再塗装しました。早速塗装の様子を見ていきます。使ったカラーごとにダイジェストで見ていきます。工程は下地塗りから上塗りの2段階です。まずは下出るカラーのコントラスト塗料を使って下地を塗っていきます。アポシカリーホワイト、シルバーを上塗りする箇所の下地として塗りました。このキットは1990年6月に発売されました。イアンデンイエローです。仕上げをゴールドにする箇所の下地にしました。下出るカラーのコントラストは本来は仕上げにベース、シェイド、ハイライトが一塗りで表現できるという液体塗料で18ミリのボトルに入っています。顔料を含んでいて下地に最適で、液体塗料なので隅や溝には流れ込んでいって容易に色分けができるため、最近はこんな使い方をしています。バシリカヌムグレイです。黒を塗装する箇所の下地にしたカラーです。今回の武者サザビーは赤、黒、金、銀の4色による色分けでカラーリングしました。風林火山編の第6弾キットで新闇軍団からの初のキャラクター、鎧の着脱はできず、その分価格が抑えられ400円です。サザビーはノーマル SD、 外伝、戦国伝とサンワールドのキットが発売された初めてのモビルスーツになりました。武者サザビーは SD 戦国伝風林火山編に登場する新闇軍団の武者で暗黒四天王の一人です。下地の最後は赤、ブラッドエンジェルレッドです。本来は隠蔽力の強いカラー、今回は水で薄めてシャバシャバ状態で塗りました。色を塗ったというよりも上塗りをするための下処理をしたプラス色の境目や隅に液体塗料を流し入れたようなイメージでした。今回下地に使用した塗料がこちら。動画一族の長として全対戦の時から闇軍団に参加していた武将で、対戦終結後はガンダム軍団と和解、アレックスの剣術指南をするなどしていました。若ザクトが新闇軍団を挙兵すると忠義もあり、ガンダム軍との友好は差し置いて再び参加、両肩に埋め込まれた暗黒のかけらに操られてしまいます。武器としてライフル、刀、槍が付属していました。ここからは上塗りです。一部エシングレイ、濃いグレーのカラーを塗りました。主に腕部に塗っています。下地はバシリカヌムグレイを塗った箇所、アイアンハンズスティールです。今回使用した下出るカラーはイギリス発の水性アクリル塗料、ゲームズワークショップという会社から販売されています。速乾性、隠蔽力が強い、塗りが滑らかで発色が良く、扱いやすい塗料です。このシルバーカラーはベース塗料、テクニカルという種類の中にあるラーミアンメディウムという溶剤を使ってムラにならないように色をのせていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆、面積が広い箇所はブラシを使って効率よく時短させながら塗っていきました。ゴールドの上塗りはレトリビューターアーマーという塗料を使いました。金色の中でも隠蔽力は優秀なカラーです。下地で塗ったイアンデンイエローも効いて綺麗に発色していきました。ゴールドは細かな書き入れもありましたが、ガイドに沿って丁寧に
色を入れていきました。上塗りで使用した塗料がこちら。続いて赤、メインボディのカラーの上塗りはレイヤー塗料のイービルサンズスカーレット。こちらは成形カラーの赤と下地で塗ったブラッドエンジェルレッドの赤もあったので、塗りムラを整える程度の塗り方で色を入れていきました。上塗りの最後は黒、アバドンブラックです。成形カラーと下地で塗ったバシリカヌムグレイが効いていたので、他のカラーのはみ出しを補正、全体的に整える程度の塗装で済みました。色塗り後は水性トップコート、艶消しを全体に吹きかけて乾燥させて完成です。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。本体に武装させていって武者サザビーを完成させます。塗装後がこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー57戦国伝風林火山編から武者サザビーリペイント動画でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。